ショパンの名手として有名なユンディさんですが、今日は秘蔵映像とともにとっておきのベートーベンを披露してくださるそうです。楽しみですね。それでは皆さんと一緒に新しいページをめくりましょう。ピアノの貴公子ユンディリ、中国の重慶で生まれ、小学生の時からプロのピアニストを目指し、18歳の時ショパンコンクールで史上最年少アジア人初の優勝を遂げたユンディリ。その甘いマスク、そして華麗な表現の数々に世界はたちまち恋に落ちました。そんなユンディさんが今回演奏してくださるのは新境地のベートーベン。ピアノソナタ不朽の名作月光をお聴きください。Thank you.
ユンディ・リーさんについていろいろ知りたいというファンの方もたくさんいますので、今日は3つのキーワードで素顔に迫りたいと思いますが、覚悟は大丈夫ですか？ちょっとドキッとしてそれではユンディさんに迫る3つのキーワード、その1はラーメン。ラーメンですか？はい、我其实一直都很喜欢吃拉面，因为来日本有很多很长时间。何回も日本に来ているうちにラーメンが大好きになりました。まずはこの VTR をご覧ください。ユンディさんの番組初登場は2003年の2月、ショパンのスケルツォ第2番を披露してくださいました。ユンディさんね、それ以降過去4回のご出演でさまざまな素顔を見せてくれたユンディさん、意外と華奢な手です。僕の手はそんなにね大きくないですよ。趣味の卓球ですとか、そしてカメラで写真撮影もしていただきました。日本の食べ物も大好きなユンディさん、おいしい。なんといっても欠かせないのがこちら。あの日本に演奏旅行来てね、いろんなところで美味しいラーメン食べたって聞いたんですけど。ボトとラーメンじゃ欲しい。博多のね。豚骨。うん。豚骨、醤油、味噌とご用意したんですけれども、どのラーメンか。豚骨。豚骨。ラー油。ラー油。結構たっぷりいきますね。はい。豪快に召し上がってます。日本のラーメンは違うんですか？我觉得日本的这个，特别是肉汤面，我觉得很。日本の豚骨ラーメンがとにかく美味しいですね。全然違います。10年前の映像もありましたね。若かったね。今もやっぱりラーメンは好きなんですか？现在其实会做一些其他的运动，像跑步啊那些。今もラーメンが大好きです。その他スポーツとかもやるようになっています。我每天这次来也吃拉面。今回も日本でラーメンを食べました。あ、そう。日本に来ている間は他にはどんなものを召し上がったんですか？寿司や。寿司？お寿司。すき焼き。すき焼き。しゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶ。Tonight。実は今日ユンディさんに喜んでいただこうとこんなものをご用意しました。とにかく和食大好きなユンディさんが最近ハマっているのが純和食。今回の来日中にも訪れたお店黒沢の料理所にわざわざお越しいただきました。僕の分はないんですか？はい、ございます。特別にご用意させていただきましたので今日は何をご用意いただいたんですか？はい、こちらの鉢物になりますけども、鹿児島から直送の黒豚、こちらを、蒸し柔らかく蒸しにしていただいています。お可以先吃吗？食べていいですか？不行不行一生の願いし豚ちょうだい。我先尝一下。でも自分が先に。不用、我明天就吃不到。明日帰っちゃいますので。我今晚飛びますね。他今天晚上就要坐飞机啊。哦。美味しい。嗯，美味しい。白いご飯と美味しいよ。美味しい美味しい。そしてこちらは、こちらあの車エビの天ぷらですね。天ぷら。はい。Sorry。ご堪能ください。うん。美味しい。そりゃそうやろ。あ、尻尾も。美味しい。我是喜欢吃这个炸的。尻尾が大好きなんです。カルシウムね。そうですね。感触も。さあでは続いてまいりましょう。ユンディさんに迫る2つ目は、ハノーファー。これはドイツの地名ですよね。どういうことなのか VTR をご覧ください。2000年、世界の音楽界に衝撃を与えたショパンコンクールの優勝。当然、その後世界中からコンサートのオファーは殺到。しかし、ユンディさんは学業優先であることを世界に宣言しました。そして、向かった先がドイツ・ハノーファー。留学をして、ここで研鑽を積んだんです。
留学を終えた翌年にはその成果を番組で披露してくださいました。その中国でかなりのことがもう出来上がってて、それが評価されたわけですけど、実際ドイツに行ってみて大きな変化ってありましたですか？在中国我觉得是最开始中国で勉強したのはおそらくテクニックであったり技術、そして基礎を作ったと思うんですけれども、ドイツでもっと勉強できたのが音楽の理念だったり音楽の知識だったり、そしてもう一つ大きいのは西洋文化に対する勉強なんですね。そして留学を通して自分をもっと成長できたと思います。ユンディさんに迫る3つのキーワード、最後はベートーベン。ショパンの華麗な曲を弾くというイメージの強いユンディさんですが、まあ、どちらかというとお堅いイメージのベートーベンに今ユンディさんを取り組んでいらっしゃいますね。我觉得也是一个音乐对我音乐发展来讲是一个过程吧。やはりベートーベンは僕にとっても一つのステップではないかというふうに思っております。私は今年で31歳になりますので、違う自分を皆さんに見せたいなというふうに思っていました。ベートーベンの世界が非常に豊かで、また哲学的です。ですのでこの段階で私が理解しているその精神の世界をぜひ聞いてほしかったです。歴代の大ピアニストも必ずそのベートーベンをやっぱり、まあ、ほとんどの人が弾いていくでしょう。そういう意味ではそのピアニストとしての力量がなんていうか丸裸になるというか、あるいはいつも誰かと比べられるとかね。其实还好，我觉得贝多芬就相当于是刚这个音乐里面的一个。ベートーベンはやはり音楽、古典音楽の中の権威であり一つのシンボルというふうだと思います。やはりピアニストとしては彼は挑戦しなければいけないテーマの一つだと思います。生涯のどこかでやはりベートーベンを弾かなければいけないということもあって、私はもっとそれをチャレンジしていきたいです。特別なその音色を持ってるでしょユンディって、やっぱりそれがショパンにすごい生かされたわけなんだけども、それがまたベートーベンにねその違うこう光をなんか当てる気がするのね。そのユンディが作るそのベートーベンの光っていうのがすごくやっぱりチャレンジ精神があるし、そのまあそういう呼気が今満ちてるんだろうねユンディの中で。それではユンディ・リーさんでベートーベンピアノソナタ月光から第2楽章第3楽章を続けてお送りします。
こちらの宛先までご応募ください。